皆さんおはようございます。今日は東本までお越しいただきありがとうございます。そして綾瀬市連合支部の皆さんにはその日ご連絡当選の拡大にご尽力いただきまして感謝申し上げます。国会の方は今ちょっと調子が悪いという状況であります。今日も不正常な状況が続いているというところであります。そんな中でも皆さんの、もうお聞きになられたかと思いますけど、昨日行われました沖縄市の市長選挙では自民党の候補が勝利を収めることができました。沖縄では3選連続勝利ということになりました。それから総理が先週アメリカに行ってトランプ大統領と会談を行ったわけでありますけれども、北朝鮮問題についても拉致のことはしっかりと米朝会談で言うという確約を取り付けておりますし、あと通商問題でももっと攻め込まれるんじゃないかと、車はどれぐらい買えと、そして農産物はこれぐらい入しろと、こういう具体的な、ディールをさせられるんじゃないかということもあったんですが、それもなく終わりましたので、成功時に終わったということではないかと思います。